はい、46層シンボルエネミーを倒しに来ました。46層はサキュバスがシンボルエネミーか。マハマリンカリンさえ気をつけとけばなんとかなるっしょ。相変わらずの脳筋。よし、今だ。一応相手のスキルだけ見ときましょう。意外と慎重派だった。安定の循環通持ちですね。サキュバスも循環通以外はいつもな感じだね。だぜ。それじゃあ何も考えず全力で倒します。はい。足りないみたいね。はい、楽勝でした。無傷の勝利。ロボボボボボ。あら、こんなに拒絶されたのは初めて。レギに対して失礼ね。創造主様に叱ってもらお。創造主様か。46層のボスはミカエルだぜ。強いかな。こいつは手こずった人も多いんじゃないかな。ってことは手こずったってことだな。だんだ、ミカエルは万能属性以外のスキルダメージが 99% カットされるからね。反則すぎ。とりあえず側近に引きから倒していきましょうね。99% カットがどんなもんかミカエルに無駄ダイン打ってみるよ。34は草。弱点ついて34はきつい。ってことで万能以外の攻撃は諦めましょうね。押し押し押し。ということで次は反感を含んだ交流パーティーで挑みます。スザク戦で作った交流に大変性をバッチリ活用してて草。使えるもんは使わないとね。アスラ王もすんごい役立っているよ。アスラ王強いですからね。
ここでアイテム使うか悩み中。使っても半プレスしか消費しないからいいんじゃないか。ここはあえてアイテム使わないで倒したい。ってことでラスタキャンディします。あっやべ、ミスった。アリラトに重複リビアしてて草。落ち着いてください。しゃあ。おっしおっし、天運割れにあり。グッバイミカエル。よかった、勝てました。ついてたな。運がこっちに向いてましたね。あそこでメギドラオンじゃなかったらヤバかったかも。なあ、どうして、どうして僕のものにならないんだ。ムカつく、イライラする、妬ましい、憎たらしい。でもこれが人間の感情なんだね。この気持ちこそが僕が人間に近づいているという証なんだ。嬉しいな、もどかしいな。ねえ、やっぱりやめにしませんか。これ以上先に進むのは。お？突然どうしたんですか。急にビビってきたのかな。キサナも人間に近づいていっているんじゃ。正直に言います、私怖いんです。一人ぼっちになるのが怖い、ここに取り残されるのが怖い。ねえ、人間もこんな気持ちを抱えて生きているんですよね。だとしたら信じられません。こんな気持ちを抱えて平気で生きていられるなんて、頭おかしいんじゃないですか。頭おかしいはひどくない。さ、キサナちゃんは一人にしないから安心してくだち。同情なんていりませんと言いたいところですが、あなたに言われると少し気持ちが軽くなります。すみませんでした。先へ進みましょう。取り乱したキサナちゃんもペロペロ。ってことで今回はここまで。次回もよろしく。哀愁、今後ともよろしく。